さあ始まりました、命がけの鬼ごっこ。命をかけてごっこ遊びという矛盾のような言葉関係でおりますが、実際鬼ごっこという言葉以上にふさわしいものがありますでしょうか。とはいえその正体は鬼ではなく女、しかもヤンデレ。出れる気配も諦める気配も一向にありません。ここで追いつかれた。可愛らしい悲鳴だ。悲鳴を上げたいのはプレイヤーの方ではありますが、ここは早くも回復薬という判断か、これは A 段か具段か。少し操作がおぼつかない様子。危なっかしいマウスコントロールだ。数メートル後ろには虎視眈々と狙いを定めるヤンデレ。虎というより目標でしょう。ここで逃げ切りました。お、実況の大渋滞だ。屋内での運動会とのことですが、7種どころか1種だけ、それも単純な追いかけっこ。純粋な脚力とスタミナでの勝負になりそうだ。そしてこの実況はどちらの追い風になるのか、膠着状態に風穴を開ける追い風か、それとも逆風か。さあ時間経過とともにマキナちゃんにアップデートが施されるようですが、これは逆にマキナちゃんの居場所を遠回しに教えてくれる救済措置のような感じでしょうか。さあ文字のラビリンス、図書館では静かにというマナーを足音と実況で踏みにじっていく余裕がありそうだ。生きている人間を発見です。この子は唯一話しかけたら立ち上がってくれた女の子。私のいる場所、急に騒がしくなってきた。メタ発言です。不干渉のオブジェクト扱いということでしょうか。ところで私に何かご用。そうね、一つだけあるわ。あなた、おっと、まさに言葉の三重奏。これはいけない予感だ。暇だったから。だ、今すぐデータを消去してほしい。ファイルではなくプレイヤーのデータをだ。穴があったら入りたい。さあ攻略法ということでしょうか。どことなく雰囲気はどこかの文芸部に似通っておりますが、あちらはまだ血通っている人間のリアルさがありました。マキナちゃんはモニカになれるのか。お、足音だ。かなり近いぞ足音。大丈夫でしょうか節穴。マキナちゃんの節穴なら恥がなくとも喜んで入りたいところ。今までとは一味違います。ここまでマキナちゃんとの競争により足腰の筋密度は強大化。まさに筋肉のドーナツ化現象。緊張の空気で肺が破裂そうだ。これが本当の壁ドーン。コッパみじんです。スカートの鉄壁も校舎の壁も見る影もありません。壊れたのは壁か、それとも性癖か。まだ使える。何やらミステリオのような。おお、この騎士はなかなかに驚異的だ。体力には少し不安が残りますが、ここは大きくかけて賭けに出た。よしきを身代わりにする作戦だ。まさかの逃亡成功。これは当初の思惑通りなのか。とはいえこの情報は大きな収穫。修復というより破壊です。立っているのもやっとか。俺は確かやはりこの二人が揃うと何かが違います。ここまでいくつかギミックをクリアしてきましたが、未だ出口の糸口はつかめていません。やっぱりお前は別の世界線では親友という枠組みすら軽々と超えているわけではありますが、これは拍子抜け。役立たずなのに堂々のガイナたち。どうやら女子生徒はサヨリ以外全てデリート済み。欲しいものなしは真っ赤な嘘でしょう。欲しいものリストにはプレイヤーの増物コンプリートセット血の池地獄だ。何のために助けたのか。まるでダイハードのジョン・マクレーン刑事のようだ。クリスマスにはまだ早いはず。マキナちゃんが飛び出る壺がもらえるなら統一教会にでも喜んで入ることでしょう。いやいや、これは貞子 JK バージョンだ。お持ち帰りをしたい。どこか見覚えのある黄色い霧、休憩がてらにソウルライクのつまみ食い。これが本当のソウルフードだ。姫守りの炎騎士、無駄にそれっぽいぞ。白心 BGM、 世界観が迷子です。これは厳しい展開だ。どうだ、断末魔が体育館を震わせていきます。達成感も勝利の余韻も消火器の泡とともに流れていく。武骨な鎧が気泡となって無惨していった。あっけない。この程度で納得できるのか。なんだこれ、ポケットがパンパンだ。もうそろそろ余裕の表情に陰りが見え始める頃合いでしょう。キスでしょうか。どういうことだ。ここからの展開に脚本は用意されていません。心配になるほどの思考停止ぶり。おかしな宗教にでものこのこついてきそうだ。入会得点はもちろんツボ、それも当然マキナちゃん入り。大きく出ました。お前の決意は、その言葉を多くの人が待ち望んでいた。強烈なフラグだ。死亡フラグのモーチクリン。
さあこのラブラブスクールデイズもいよいよ大詰めでしょうか。今のチャイムはまさに下校の合図。マキラちゃんにお別れをする準備は完了しているぞ。お別れ会にしてはド派手な演出になりそうですが、もうしのごの言ってる余裕はありません。なぜ校内に新刊や爆薬が不用意に放置されているのか、現実との折り合いはもはやズレズレ。これでマキナちゃんを呼び出して粉々にしようということか。決着のつけ方がハリウッド。やっぱりここに来てた、ね、当然でしょう。咲いた桜は散るまでが醍醐味。いささか散らし方に品がありませんが、命のためにはやむを得ないでしょう。もしかしてベルを壊そうとしてる。何やら雲行きが怪しくなってきた。甘いわね。どうした、計算違いでしょうか。お、なんだこれは。このゲーム何が起きるんだ。脳みそが理解することを拒んでいる。これを私にインストールして。もっとエッチなゲームをインストールしてくれ。ちょっと待ってね、すぐに解体してくれ。それをむざむざ許す主人公ではないでしょう。どうした、何が起こっている。大丈夫か。解体。マヌケ、何をしているんだ。デクロボか、バカめ、ふざけている。なぜこうなってしまったのか。歯車がことごとく噛み合っていない。さあどうする。これは本当に戦闘なのか。戦う手段は用意していない。なぜこうなってしまった。さあ何かギミックがあるんでしょうか。殺意が強すぎる。ドラゴンボールジェットカカラットでもインストールしているのか。これはきついぞ。生きているだけでメッケモンか。これで回復薬は底をついてしまった。明らかにオーバーキルすぎる攻撃だ。満身創痍です。何かしらギミックが必要なんでしょうか。このデスボールの猛攻をかわしつつヒントを模索するのは至難の技。至難なんて言える状況ではとてもありません。この黒い服が何かを意味するのか。いよいよ後がなくなってきた。絶対絶命です。崖際につま先立ち状態。なんとかこらえたいぞ。遮蔽物も利用していきたい。なんだ、どうした。なんだ、鋼鉄の助っ人だ。まだ生きてるかな。意味不明だ。もう墜落しそうだ。お前に助けられたままじゃ。このシーンにヘリで登場しても格好はつかないでしょう。他のゲームからカッパラで何が出ても驚きはしません。どう、いつものまるでバイオなんとか、完全になんとかハザード。グロテスクなモンスターではなく、痛い気な女子高生に向けるものでは決してない。いった、丸焦げ。普通にかわいそうだ。勝利というのは時に心にわだかまりを残すもの。これで全てが終わってしまったのか。こんなことになろうとはノストラダムスでも予言できないでしょう。データどころか話の流れ、空気感も全て破壊されています。なぜやってしまったんだヨシキ。やはり最後は男同士の友情か。これではバラ色スクールデイズです。破壊されちまったし、これからどうしたものかね。もはや考えることは不要でしょう。必要なのは全てを受け入れる心のメモリだ。お前さ、こんな目に遭ってるのによくそんなこと言えるな。完全に脳みそが狂っている、ま、俺も付き合うぜ。本当のバグはマキナではなく主人公そのものだったんだ。そういうことでしょうか。なんだこれは。ついていけません。ヤバそうな世界に転送されてないか。ここまでの道中も十分ヤバそうだったはず。てかここボス部屋じゃないか。禍々しい気配が漂ってきます。これがエルデンリングのダウンロードコンテンツか。クロノデーモンです。これならまだマキナちゃんとの鬼ごっこの方が良かったのではないかと。俺たちの戦いはこれからだ。そんなことはなさそうだ。これで決着か。これはひどい。なんてことだ。顔が上げられません。これが終わりとは認めたくありません。